週末に全部例文がこう並んでるっていう感じにしようと思って、どうですかね皆さん、どうしたらいい日本史のテキストがねできるんじゃないか。もうキャラが濃すぎるよ。はい、始まりました。またチャンネルです。今回はですね、そうです、タイトルにある通りただ呼びのテキスト作りますということで、テキストを作ってます。今昨日ちょっと本格的に打ち合わせをしたんですけども、ただ呼びのテキストの販売が始まることになりました。まだ詳しい時期は分かってません。今ちょっと作り始めたばかりなんで、まあ当然テキスト紙代かかっちゃうし、印刷代もかかるので、その無料ってわけにはいかないんです。そこはね、お金を払ってもらわないとはいけないんですが、ちょっとお高くさせてっていう感じかな。まあそうそう、講師陣たちにはその動画からねお金は入ってないですから、ちょっといいっすかみたいな感じになります。はい、まあまず古文が始まると思いますね。古文はやっぱもうパワーポイントでさ、バンって出てるのがさ、もうあれがテキストじゃん、もう完全に電子黒板に映ってるやつ、もうすごいクオリティじゃないですか。だからもう本当にそのままテキスト、まあね、吉野先生も数々のテキストを今まで作ってきた人ですから、やはりそこもねすごいプロなんで、もうそのままなります。まあ公開されてるのは一部だと思うんですが、パワーポイントのスライドが、そうじゃなくて授業中に映ってるやつ全部ね、あれが入ってた状況のテキストが出来上がるということになってますね。だから多分もうあのままでもう本当テキストクオリティになってるんです。で、僕の方はまだやっぱり今ホームページに公開してるやつって例文が入ってないわけですよ。あれなんで入ってないかは簡単で、授業中に例文言ってもらうことが多いから、そこで見て覚えてみたいなのとか、はいこれ言ってみてくださいとかっていう時があるんで、先に例文が映ってたらネタバレになっちゃいますし、その例文見りゃもう問題の答え分かっちゃうとかっていう風になるんで、でもやっぱ多かったよね、コメントもテキストくださいみたいなのとか、スマホで見てるけどやっぱちょっとこれじゃ小さすぎるとか、家にプリンターがないんでちょっとテキスト作ってくださいっていう風なのも来てたんで、作ります。はい、でその問題がまあ載っている、まあ基礎英文法講座は問題数少ないんで、そもそもやってるのが、でそこの問題プラス例文を載せるんですが、例文をそこにね、その問題のところに載せちゃうと答えになっちゃうから、答えのヒントになっちゃうし、まあ答え自体もねその例文で出てきちゃうんで、なので週末に一応置こうかなと思って、週末に全部例文がこう並んでるっていう感じにしようと思って、ただまあそれだとさ、やっぱテキストをわざわざ買ってくれるっていう人にね、なんかこう付加価値的なものをつけなきゃいけないなと思って、まあだったら和訳を全部載せましょうかみたいな話になっていますね今ね。作文的なものの練習にしたいから、まあ、どっち先に置こうか今悩んでます。和訳を先に書いてそれで英訳するっていう練習にするか、やっぱ英文先に載せてそれでね、和訳の練習するとか意味が取れるとか、そっちの方にしようかちょっと今悩み中です。どういう風にやったらいいかなっていうのを考えてる段階ですね。そんな感じで作れればいいなと思ってます。どうですかね皆さん、どうしたらいいかな。あとはまあ何かしらのねコメントみたいなのはつけようかなと思ってる。なんかこう僕がこういてポイントはここだぜみたいなのか、ね、こうしようね、これ気をつけようねみたいなのか、そういう感じにちょっとしようかなと思ってます。どうですか、どんなのがいいんですかね。まあ、予備校のテキストみたいなんだけど、後ろにね例文と和訳がついてるみたいなのがいいかなとちょっと思ってます。だからどうの今の予備校のテキストってどうなんですか。そうそう、予備校のものってさ、テキストのさ値段って含まれてるから気づかないわけですけどね。そう、テキスト代ってあるわけですもんね。それでほら和訳とかってね別販売してたりとかするんですよ。今はどうなってんのかな、予備校って。昔は僕がヨゼミに通ってた時とかは和訳を別販売してたよね、長文とかさ。今どうなんだろう、そんなのやってないのかな。自分自身は長文の授業とか訳配ってますけど、まあ、和訳欲しいって人はやっぱいると思うんで、それをつけるっていう感じですかね。サイズはどんな感じなのかな、普通の予備校のテキストみたいな感じなのかな。なんか表紙つくっていうのは言ってたけど、まあどんな感じなのかね、ちょっと楽しみなんですが、まあちょっと古文よりはね遅れて出るっていうことにはなると思うんですが、多分英語よりね先にね日本史のテキストがねできるんじゃないかって話だった。まだ授業も開始していないけれども日本史のテキストができるとなんかすごいね、自分自身その日本史の先生まだ見てもいないのにテキストは僕より先に出来上がる
どんなテキストなんですかね、楽しみですけど、ね、早く会いたいんですけどね、僕自身いつちょっとお会いできるのかわからないんですが、ちょっとまあね、近々お会いして話したいなというふうには思っています。まあその後、まあ科学のねテキストとかも絶対できていくはずですからね。で、たとえび公開授業のお知らせですね。こちらは、サブチャンネルの方で言ったんだっけ？それぞれ。まあそうですね。このコロナ禍なんで、ちょっと定員が5名しか入れられないんですけどね。本当はもっと大きいとこでやりたかったんですけど、最難関私大文系志望者コースと、難関私大文系志望者コースが、それぞれ定員5名5名で、10月10日と10月24日に行われますね。で、そこは英語現代文、古文日本史というね、形になっておりますんで、そこの初っ端がね、日本史なんですよね日本史なんですよね。10時から11時半私も知らないのでございますが、ね、どんな感じなんでしょうね、どんな感じの方でどんな感じの授業なのかも全くわからないので、まあちょっと楽しみにしてますね。で、昼食があって、あ、その後現代文、あ、両方とも同じなんだ、時間割は。現代文来て、古文来て、英語。やだよ、総さんやって、吉野先生やって、自分なんでしょ。もうキャラが濃すぎるよ。そんなもうお腹いっぱいになってるでしょ、絶対自分の番になってる頃には。その人たちとさ、対抗するような授業をするわけでしょ。だって技いっぱい持ってんもん、みんな。公開授業答申のやつとかでさ、90分でドカーンと出すね、技持ってるからね、2人ともね。まあ負けないようにやんなきゃいけないんだけど、まあもちろんね、自分のネタもありますからね、その公開授業のネタあるからね。どうしようかね、最難関と難関でどう分けようかな。だってしかも、何これ、笑いあり、涙あり、感動ありの90分間生授業って書いて、ちょっと俺何、笑い、まあ任せて、笑いは得意だから。涙むずいな。感動ありは、まあできると思うけど、涙はむずい。まあそこは、涙の方は総さんと吉野さんに任せましょう、ね。感動はちょっとできると思うから、そこは大丈夫です。まあ募集要項、高1、2、3ってあるんで、まあ多分高1とかだとやっぱ相当レベルの高い人が必要になるね。でもその模試結果必要になりますんで、多分ちゃんとその模試結果は僕見る形にはなると思います。あ、サイン会、記念撮影とかもあるんだ。写真撮影するんですね。あ、お、申し込み資格がね、例えば普段からご覧いただいてる方と。なるほどね。難関大対象で。まあそうか、模試貼ってもらうから、まあ志望校見れるんですね。それで、あ、多少はいろいろ合わせられるかもしれないですね。9月30日までに、当選者決まるんですね。なるほど。いよいよ公開授業ですか。さあ、どんな授業にしようかな。どんなんしたらいいと思います？ぶっちゃけ。何の授業をしたらいいのかな。90分一発勝負で何やったらいいかな。まあその辺もいいですよ。全然書き込んでもらって、これやったらいいんじゃないですかとかね。ああ、いいね、それって思ったらやると思いますし、ぜひ皆さんのご意見お待ちしておりますので、お願いします。はい、どんなになるか期待していてください。はい、公開授業も頑張りますし、テキスト作成ね。はい、頑張っていきたいと思います。まあ本の執筆とともに頑張ってやろうと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching。テキストプレゼントとかもなんかやったら面白いかもね、チャンネルでね。それもありかな。うん。